でではは。鈴木でございます。こんにちは、はい、今回は東南アジア、マレーシア、ペナントという結構、他の業者やらないネタかと思いますけれどもあの、土地付き、所有権土地付き住宅というのがとてもあの意味があるなと思いましてですね。 えー、実際、先月、ペナントに行って見てきて、えー、今回、皆様に紹介するという段になりましたちょっと私、背景的なお話から10分ほどさせていただきます。はい、はい、あのですね、東南アジア、たくさんの業者が、えー、と日本向けに不動産、まあ、セミナーやってますけれども、 私も東南アジア十何年関わってきてまああんまりいい物件を紹介してないなっていう、まあ、そういうまあイメージはあります。はい。あのまあその中にはいいものもあるんですけど基本的にはですねほとんどの業者さんはコンドミニアム高層住宅ですね。はい。あれを、えー、ご紹介されるんですけどなかなかコンドミニアムでその買って でちゃんと値上がり益が出る、ちゃんと、まあ、あの想定通りの値段で貸せるってそんなに多くなくて、でそれはあの日本以上に高い建物をたくさん建ててしまう国が多い、そういう都市が多いというところがあります。はい、であの土地付きっていうののははほとんどの会社は えー、紹介してないんですけれども私たちは東南アジアでやるならあのできれば土地付きを買った方が資産価値的にもいいしあとで、まあ、5年10年15年と保有された時に本当にいいものを買ったなっていうふうに思われるんではないかというふうに考えて、まあ、土地付きを去年からやり,やり出しました。で基本ですすね東南アジアジの、まあ、いろんな国ありますけれども まあ、データを調べると、ですねびっくりするぐらい、あのー、たくさんあれマンション、供給していて、その在庫の数もですね年間の,その、まあ、販売に対するその在庫の量が、まあ、ちょっと古いデータなんですけれども、このタイのバンコクの場合は3、4年分が販売在庫になってたり、そのフィリピンのマニラでもですね、 同じような、はい、ぐらいの、まあ、数年分の販売在庫がある、まあ、とにかく、まあ、東京日本でも数十年前はそうだったんですけれども、まあ、基本的にあの後先考えないでとは言わないですけれどもその,そのマンションに賃貸のマーケットがちゃんと形成されて家賃を払って住むっていう、えー、そういう状況になる前 たくさんたくさん建てて、はい、とにかく誰かが買ってくれればいいっていうのが、まあ、多くの東南アジアの都市の、えー、現状だと思ったので、私たちは土地の方に、えー、シフトしていきましたが、この土地の値段っていうのは、どのデータを見ても、どの都市を見ても、どういう、えー、時系列でデータを取ってみても、上がっているんですね。 はい。これがタイのバンコクの、えー、土地指数ですね。この赤いところがインデックスなんで、結局、都市核の指数なんですけれども、まあ、緩やかに上がるか、急激に上がるか、どっちみたいな感じ。で、コロナみたいな、そういう状況があっても、上がり続けてきております。バンコク。次にベトナム、ホーチミンですけれども、まあ、 都心郊外に限らず、どこも土地値は上がってます。結構急速に上がってますね。はい。カンボジアのプノンペンですね。まあこの辺、カンボジアは結構前からデータがあるんですけれども、まあ10年間で、えー、都心も郊外も2、3倍ぐらいに、えー、土地指数は上がっているという感じですね。はい。フィリピンのマニラですね。えー、ちょっとデータ古いんですけれども、 まあこちらも土地に関しては、まあ、基本都市圏内だったらどこ買ってもえどの時点でも上がる。でクアラルンプールですね。えー、クアラルンプールって、えー、東南アジアの首都の中ではですね結構多極分散型といいますか、まあ、ハノイなんかも結構近いんですけれども一つの圧倒的な都心っていうのがあるわけではなくていくつか都心が分散しているみたいな、はい、そういうところでそういうところって あの土地の値上がりが緩やかな傾向があるんですけどそれでもクアラルンプール、えー、ずっと土地はあの安定して上がっていますと今でも続いてますだからどこを取っても土地付きだったら東南アジアの人口増加とか、えーまあ、経済発展とかですねその辺の,、まあ、あの果実を確実に えー、と不動産投資で得られるっていうのは、まあ、できれば一番、えー、安定して、それが期待できるのは土地付きであろうと。で、えー、と私の、まあ、投資仲間、各国に多いんですけど、その投資仲間で、不動産でお金作った人はほぼ例外なく、土地付きを買ってます。土地付きを買って えー、転売して、そのお金をあの、値上がったお金をまた別に投資してっていうのを、必ずやってますでも。コンドミニアムだけでお金にした東南アジア、地元の方ってあんまりいないですね。というか、ほぼいないという感じなんですけど、それ、土地付きの方が値段、早く上がりやすいっていうのもあるかもしれないし、その土地付きは、えー、都市圏内であれば、あるいはそのプーケットみたいな国際観光地であれば、まあ、欲しい人、 需要がある中で土地っていうのはどん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 いいところからなくなっていきますのでまあ希少になっていきますのでそれで値段が上がる上がりやすいっていうのがあると思いますただ一つ問題があって東南アジアで土地付きを買おうとしても日本とかオーストラリアとかアメリカみたいに我々日本に住んでいるまあ日本国籍としましょう日本国籍の人間が 東南アジアのいろんな国で、えー、自分の個人名義で土地付き買えるかって言ったら、買えない国の方が圧倒的に多いんです。はいえー、ここに書いてありますけれども、まあ、シンガポール、タイ、インドネシア、ほぼ××××バツバツと来ている中で、マレーシアだけ土地付き、個人名義で買えます。この×ってついてる国、どうすればいいかっていうと、それタイだったらタイの法人を立てて買う。 インドネシアならインドネシアの法人を立てて土地付きを買うってことになるんですけど、マレーシアの場合、それいらない。はいあの、自分の個人名義で土地付きを持てます。ただし、その代わりマレーシアは外国人に土地付きを買わせる、えー、代わりに最低価格規制というのがあって、まあ、それぞれの地域、州ごとに何万リンギット、まあ、マレーシアリンギットの 以下の物件は外国人は買ってはいけません。この最低価格以上のものしか買っちゃいけません。というのがあります。で、それはえっ、ー、とこちらの右側ですね。えっ、ー、と週によって地域によって全然違うんですけど、一番高いのがペナントーなんです。2番目がクアラルンプール周辺でなんでこんなペナントーがこれだけ最低価格規制が。 高いところに設定されているのかっていうのはちゃんと理由がありまして、ペナントはとっても発達したマレーシア第2の都市、製造業がとても盛んでハイテク産業もたくさん立地して、土地需要がたくさんあります。で、さらに島なんですよね。ペナントという島はマレーシア本土から10キロぐらい 沖合にある東京23区の半分ぐらいの大きさの島、シンガポールの半分ぐらいの大きさの島に、えーまあ、170万人というのが、これ、島側、本土側合わせた、えー、人口なんですけれども、すでに100万人近くが島側に住んでいるし、島側の方が発展してるし、お金もあるし、都市もある、だから、島側に住みたい人が多いので、 どうしても気象になるんです、土地が。しかも、ペナントの一番高い山って800メーターぐらいの標高があって、結構山がちなんですね。平地が少ない中で、さらに土地付きの、あのー、供給は少ないです。 土地ってどん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 なくなっちゃっておりますし、まあ、あまりに、えー、土地需要が強いのでこのペナントのこのちょっと沖合のところに人工島を作って新しいあの住宅エリア作って売ってるぐらい土地が足りないのでこのペナントでこの土地希少価値な土地を使って、えー、買ってそれで、あのーまあ、確実に値上がり益につながり つなげていきましょうというのが今回の、えー、っとお話の趣旨です。で、さっき言ったペナント、土地付き一戸建て、これ300万リンギこれだと9600万円ぐらいになっちゃうんですけど、ただし、新築であると150万リンギットですから、だいたい4800万円ぐらいが最低価格になります。で、その4800万円で買えるものがですね、実は、こっちが 所有権付きで、えー、と建物が3階建てで建て坪ぼ90坪ぐらいある新築が買えたりするんですよ。日本で4800万円で土地付き、えー、上物が3階建て90坪なんて買えないじゃないですか。となると4800万円ですごくいい。 ものが買える、しかも海から歩けるとか、海ビューがあるとか、そんな場所で、えー、都心から20分ぐらいで行けるとか、そんな場所で買えるので、えー、非常にいいのではないかというふうに思います。あの私の方に、まあ、ご相談いただければ、いつでも、はいえー、ご相談に乗りますということで、今回の、えー、ミニ公演を終わらせていただきます。OK。So, Sam, can you please、uh, share your screen? Okay, my name is Sam. Uh, good afternoon, everybody. Now, uh, if anything, not sure, you can stop us. Okay. Uh, I'll share about Penang Island. Now, yeah. um, Penang Island is an interesting island in the north of Malaysia. Okay, cool. it is just three hours plus drive from KL, main city. Cool. So here, let me show you. this is uh, Penang Island. Wait, I adjust this for a while. Uh, what is interesting about Penang Island is that it is not so straightforward. It is yep. uh, since two thousand and eight, we received a World UNESCO Heritage title. Ooh, ooh. So it's actually a very interesting architecture. You see a lot of uh, yeah. heritage buildings and culture. So it's when you visit this place, you will find Penang very interesting. Okay, so there are a lot more other factors as well. ー、あ、okay. uh, Can you please stop here? OK. 今回のペナンの、えー、我々と協業している仲介エージェントのサムの方から、はい、今回、えーとこ、講演の方させていただきますが、この彼がいるペナン島というのはものすごく面白い場所で、まあ、不動産投資という意味でも、実際住むという意味でも、 えーと観光という意味でもすごくいろいろな面白い要素がある町で,であのペナントの中心地のジョージタウンという町はすごくもう何百年の歴史のある町並みすごく特色のある中華系だマレーシー系とかインド系とかいろいろな要素がこの島で混じってきましたのでですねそういうあの文化的な、まあ、ミックスの具合というのがとても。 観光名所となっておりますものすごくあの屋台ご飯とかむちゃくちゃ充実してる街ですしですねで実際住みやすいあの海にすぐ行けるであの首都のクアラルンプールほど巨大都市じゃなくて結構適正サイズなので住みやすい医療機関とかショッピングとか全部結構適度なあのところで育っているので私も ここなら住みたいなと。国際空港も当然ありますし、はいえー、とてもいいところですよというところです。Okay Yours. Thanks.、はい、よろしくお願いします。Okay、so, あ、um, You can see according to the world must visit destination, it is a, a reason for it. And also, we are here.Okay、Top 10 Medical Tourist Destination. Our we have a lot of private hospital and specialists here, especially our service and affordability of price. It is very good. And also we are just down, but number six, in the 12 best places to retire. Yep. In Forbes, we are one of the best budget travel destination. Yeah. Uh, not to forget also. Uh, sorry, <laughs> Okay, it's also the food. Uh, ah, yeah. You have been there. You have seen yeah. the food. Well, I very just, great. Yeah, yeah, I just came back from uh, Singapore yeah. and tried one of a uh, very famous noodle, yeah. which we have in Penang as well. Yeah. And in Singapore, there's so many people going there, and the bus all coming down. But to me, I find the standard is quite low compared to Penang food. Yeah. So, so you should really come and try the Penang food standard, and it's also not very expensive. Yeah. Right. So, also here listed uh, Lonely Planet, we are also uh, quite popular. Yep. Forward. Okay. So, in Penang Island, I uh, just go this one here. Right this part, you see here, yep. this part here. In Penang Island, we will talk about Batu Fringi, which is the north of the Penang Island, which you get, can see the sunset yep. and where all the hotels are there. OK.、Yep. Uh, can you please stop here? OK. Thank you very much. And then can you please come back to the best medical tourism? No problem.、Yeah. OK. Thank you. はい。えっとですね、ちょっと補足説明をしますとですね、このペナントはまあ結構島でリゾート感がある、えー、だけでなく、ちゃんとした都市で、大都市で、えー、っとまあいろいろその 海外から見た魅力がいろいろありますけど、一つが、まあ、医療ツーリズムっていうところですねあの、特にインドネシアとかからたくさん富裕層が来ているんですけれども、このマレーシア、えー、インドネシア人から見て言葉は近い、医療水準はいい、えー、しかも、まあ、結構しっかりしたことをやってくれるということで、ものすごくこの辺来てます。多分あの日本向けで日本語できるようなのもあると聞いています。 あとはやっぱり物価が高くないんですよね全然あのなんか都市で快適な割に結構はい生活コストは低くて済むのであのリタイアメントにもすごくいい意味もありますっていうところですね then, please, next, next,、uh, next slide. Yeah. でですねあのー、まあ基本比較的抑えめな予算であのー 旅行に行くという意味でもものすごく、えー、高い評価を得られて、えー、特にそのニューヨーク・タイムズとかですねその辺で、えー、ここのペナンは絶対行くべき場所の人つって言われたり、えー、しております、まあ、当然この屋台グルメっていうのはすごく有名ですので皆さんぜひ。 私あの、ペナンに行った時もう全部屋台飯で済ませたんですけど、本当にいろいろいっぱいありますので、ぜ、は、ひ、い、楽しんでください。で、えー、で今回紹介するのがバッテュ・フェリンギという海辺の観光地の場所になります。観光地っても、えー、っと、中心地から車で20分ぐらいで、本当、中心地からすぐそばで、いろんな、あのー、 一流ホテルもあるし、ビーチリゾートとしてすごく有名な場所です。オッケー、よろしい。いや、いや、バトゥフェリングイ、いや。いや、so um just now I think you said yeah from the main city come <Yeah. S 2> all the way to Batu Ferringhi、e, maybe around twenty minutes or if there's no traffic so it's not too far away. OK ケー。中心地から二十分で行ける。湘南みたいな感じかな、三浦半島とか、はい、明治 Right. That's right. So, uh, these are all the hotel in Batu Fringi. We yep. have uh, all like Banyan Tree and yep. Hard Rock, Lone Pine, Shangri La, Hilton Double Tree, and Park Royal Babish, and all. This mm -hmm. is a view of the Amsana Banyan Tree Inn. in because the, the beach area is very nice in Batu Fringi. That's why all the five star hotel is over there, like a resort. Okay, mm -hmm. different from the city life. the air is more nice and more relax air and is。えっと、ペナンの中心地は本当にと都会なんです、なんでもあって、そこから20分行くとですね、本当に別世界で、あのみんなが知ってるホテルがたくさんあって、まあビーチホテル、でこう外海に面しているんで、海もきれいだしですね、空気もきれいだしですね、とてもリラックスした環境で過ごせる場所なんですね。はい、OK、よろしくお願いします。 So, uh, we would like to share <clears throat> after you, we went through some research with you, Manabu san, and yep. we have selected the best view in the Batu Fringi area. Oh, one yep. of them yep. is the Feringi Hills, yep. uh, which you know. So, one wanted to share is a three story superlink house. Yep. The size is around 3,255 five square yep. feet inside, right. which is around 300 square meter. Yeah, uh, right. That's, yeah, that's around five. Four, four plus one bedroom and five bathroom. Okay. So there is a, this thing called home studio. Home yeah. studio is this one, this oh, place. Cool. Uh, so at the bottom level, they leave it empty. You can become bedroom, you can become gym, you can become anything or special room. That's why there is a home studio with a special entrance. So there's two entrances. Uh, right. So this project will finish this year, around June. あ、only ォーユニットメ i t ーユーリトビッモォー。オーケーテン t ュー。ディスイスハウイロクスライク、ディフォーティンユニットメダメシューユーゴー、イロクスライクダッツ。イエット、コンカイノ、マイチバンノがこちらです。このセリンギヒルズという新築タウンハウスですね。土地は所有権で、えー、このタウンハウスっていうのは隣と共同 あの共有壁でつながっているお家です、一つ一つが独立しているわけではないんですけれども、まあ、当然そのあの、そこに建っている土地は所有権です。所有権は希少なので、価値が上がりやすい。ということのほか、これ、新築で、えーと、建築面積300平米あります。階、え、階、ー、階建てで、えーと1階2階 えっと何て言うのかな？地下でもないですよね。そのちょっと傾斜地に立ってて、一番下のこのローワーグラウンドレベルというはいえー、これがこのえっ、ー、と写真でいう。この車が止まってるところですね。ここもまあ一応地上なので。 まあ、私たちの感覚でいうと1階、2階、3階があるっていう考,考え方で。1階の方もあもちょっと傾斜地に立ってるので、そこに、えー、とゲートがあって、えー、と玄関があってこっから、ここに車も止められる、えー、ローアーグラウンドの、えー、と下の方にも車が止められるという、えー、形になっていて、えー、ベッドルーム数4つ、ファオベッドルームプラス、えー、この下のフロアはもうとにかく、えー、と自分で。 まあ、映画館にしてもいいし、ジムにしてもいいし、まあ、多目的にいろいろ使える。で、面白いのは、えー、と賃貸に出すときに、この下だけ賃貸に出す。で、上の2フロアもまた別の家族に賃貸に出す。みたいなことも可能なんです。で、えー、と今回は、えー、2024年今年6月完成予定というところです。OK、sorry、thank you very much。No problem so uh, this is just the map yep. this is where all the batu fringi town yep. and restaurant yep. everything is here so it's very near then yep. if you come from the main road yep. just go down come here it's just five minutes away from the main road of batu fringi okay yep. and this is the only 14 unit all yep. right um, they will were only 14 unit with three story the yeah. size is around 300 square meter and uh, potentially downstairs if you do then it's five bedroom yep. uh, this year will complete on this year middle yep. and these are the prices okay these yep. are the prices so uh, for intermediate unit which is uh, the normal one like this one yeah, is yeah, 1.58 yeah. million ringgit yep. then uh, corner unit like uh, this one which is bigger land Yep. Uh, then it's also 1.77 million so i share a little bit more this is how it looks like now yep. what makes this this, pro, uh, this project very good is because now this developer he built okay. everything here everything oh, okay. now, oh. yeah this is one of his latest product which he do is more modern okay yep. and it is the higher ground which is go go oh. which is more higher go up <Yeah. S 2> uh, so, you get a very good view looking out to the city and sea view.、Uh, <Yeah. S 2> That's the difference. 今回のいろいろなおすすめポイントいっぱいあるんですけれども、えー、今回の,、えー、のこのフェリンギヒルズを建ててくれるこのデベロッパー、まあ、開発、えー、する、まあえー、と会社は、この何でしょう、えーと、下の方にあるこのちょっと,、えー、となんかレ,レンガっぽい。 あの屋根が乗ってるお家住宅街、こちらも作っていて、でそこより一段あの高い場所、はいあの、上がった場所に、えー、今回のセリンギヒルズというあの物件を建てているので、まあ、基本的にビューがあの高いところから見下ろすような形になるんで、街は見える、海はちょっと見える <laughs> みたいな感じ、最 <laughs> 上階から、そんな感じですね。はい、ただあの近いいいので街も歩いていける でもあんまり暑いので歩かないで、車で2分、3分で街に出る、海にも3分、5分で海に出れますというところです。で、あの価格がですね、えー、ちょっとこれが特徴的ですが、インターミディエっていうあの、この中重個ですね、角じゃないやつ、ここがちょっと土地が50坪、60坪、50坪ぐらいかな。 はい、なので、ちっちゃいということもあって、1.58ミリオン、158万、えー、マレーシアリンギット、まあ、大体5000万円前後になりますが、マレーシアのペナントで新築を外国人が買える最低購入価格が1.5ミリオンなので、その1.58なので、ちょっとだけあの最低購入価格はクリアしているよと。だから 比較的外国人が買える、えー、っと最低価格、ちょっと上で、でも地元の人から見てそんなに高くない価格帯っていうのがポイントになります。で、あとはコーナーっていう、この、なんだろう、えーっと、角重工に関しては、これ、土地が大きいんですよ。土地が、えー、っと他が50坪ぐらいですけど、この角重工だと土地が85坪。 坪ぐらいあって広いのでえっ、ー、と同じマトりですけれどもまあこの土地え台も含めてえ1.77ミリオンなのでまあ5000500万円ぐらいっていう感じでえー、売り出されております。Okay, thank you very much.、Yep. y、okay, e thank you. o、okay. k so just to tell you, the the developer is a very 30 years experience developer. They built everything, all yeah. the land house, all right. their development. So this is their latest product, yep. and they still will build a little bit on uh, this side. They will build a little bit on this side, but it, that is a future project. But still, yep. this view is a uh, no change. Yep. okay. えっとですね、これから建てることもそんなに実はないです。で今、このセリンギヒルズという建っているところからは、一応眺望が楽しめます。で、これから建てるところはもっと高いところに、将来建てる。だけど、大量には建てられないんですよ。まあ、けくわあのケペランの場合は、結構土地を。 開発する規制が厳しいです。この緑の環境を守るっていう規制が、多分東南アジアでも相当厳しい方なので、そんなにすぐには立たないし、立ったところでおそらく、このぐらいだと即日完売しちゃうぐらいの人気エリアですので、はい。えー、まあ、基本的にはビューはずっとあるし、あのこれからずっと混み合うとか、過剰供給というリスクはまずないと。 Okay, thank you. Okay, thank you. <clears throat> now, uh, the reason also, like you say, we choose Batu Fringi because of the potential of capital in future. You yep. see, uh, this is Batu Fringi uh, city over here, this area. Yep. Okay, so <clears throat> at the moment they have one road, which is uh, this road. They go here, come here to here, the 20, 20 minute road. So future, the yellow color is a new road that they will build by government. So when they have two roads, then when the time comes to have the two roads, the, uh, the whole thing will change. Batu Fringi will become more business, more commercial, and maybe our price will become much more better because right now there's only one road, which some people don't like it. But when there's two roads, this is the potential of the investment. Yep. これがあの、まあ、資産価値上昇につながるこの新しい道路のお話になるんですけど、今、このペナントの中心地ですね、まあ、ガーニードライブってとこが一番栄えてるところです、この辺。でそこからこの青い線に沿って今、道路あるんですけれど、これ、バッテフェリング地区がこの囲まれたところですけど、まあ、1本しかメインロードがない。 です。なので、えーと、この内陸側にこの黄色い、えー、道路を今建設中で、えー、それができることによって、えー、中心地にダブルアクセスができるということと、このバットフェリング地区にもビジネス機能が、えー、立地をすることが期待されているというところで、伸びしろがありますよというところです。o k ケー、thank you very much.Easily,、yeah. if you choose a テラスハウス in the popular area is almost double the price. y e a えっとですね、私も見たんですけど、この中心地ですね、このガーニードライブ周辺のあの一、ー、戸建て、土地付き、所有権土地付きって3ミリオン、3ミリオンリンギットぐらいする。要するに9000万円とかするんですね、平気で。なので、このバトフェリンギって20分しか離れてないんです。一応、半値で今は買える。 だけど半値で買える時期は長くなくて、あとは値上がっていく、できるだけそのこの中心地のえっと小田瀬の値段に近づいてくると思われますので、はいその辺も一つまあええ大変だと思います。Thank you.、Yep. Right. So to recap about this、uh, f u r i n g i Hill, I don't want to go too detail, but at least I give you the info. Fourteen units. Okay.、Yep. Uh, the corner unit here, yep. uh, 1.77, it is original condition, means inside yep. got no renovation because yep. it's a corner unit. Then intermediate, it, the 1.58 comes with the full renovation inside, yep. inside package all. So you don't have to do so much things except for the lower ground. Lower ground, no, no renovation. Then now it's a very good period because of developer we targeting, uh, if you purchase uh, at this moment, you yep. free legal fee and contract and your loan contract also cover. Yep. The 3% foreign levy, if you buy as a foreigner, you buy in, P in Malaysia, is 3% tax. Yep. If you go to Singapore, it's 60%. So yep. Malaysia is still okay, 3% covered. And then also the stamp duty, 4%, also covered by developer. So you save a lot of money はい。で、ちょっとこれから <Yes. S 2> あのお値段のお話をしますけれども、まずコーナーユニットっていう角重工ですね。そっちが大きい方は、基本内装しないで引き渡すわけです。はい。えー、なので、基本内装費があのかかってきます。もし賃貸経営するとしようとすれば。ただし、えー、とこの中重工、インターミデートユニット、 に関して言うとこの、えー、と1回の一番下の階はあの内装なしですけど2階と3階に関してはあのもう、えー、内装済みでお渡しをしますので、えー、比較的コストが、えー、抑えまでいけますしかも今回は、えー、デベロッパーの方がん、えー、でしょう売買契約に関わるあの、まあ、司法、えー、弁護士報酬とか まあ、ローンというのは関係ないと思いますけれども、はい、えその辺免除、で3%外国人向けにかかる、えっとまあ、割増税も免除、であと4%の印紙税も、まあ、デベロッパーが払ってくれるということなので、まあ、基本的にあのこれを超えてかかるのは、まあ、下のユニットの内装代と、あとは弊社に払う、お支払いいただく、まあ、サポート料くらいで済みますよと。 もし興味ありましたら私の方で厳密に計算してはいあのお渡しをいたします。o、okay. k thank you.Yep. Thank you.So <Yep. S 2> for this project, they only left a few more intermediate and the corner only one more available left.That's a l l o k a y g 時点でコーナーの角重工は一つしか残っておりませんし、まあ、中重工も、まあ、残り少なくはなってきておりますので、えー、お買いになられる場合はお早めにということです。 Okay, please. Ah. So, this is the second one, the second and the last one, because you told me you only want brand new, new and nice modern one. The old one you don't want, I understand. So, um, yeah, this condo marine Marine or marang, we can call it. Uh, it, uh, is it's still relatively quite new. And they got two sides only 1750 square feet and 1850 square feet, three bedroom okay they are all condominium high rise so it's freehold it's uh, four units one floor yeah. and then you got, because this one is high floor and everything you got sea view Ooh. and then it's a uh, low density because total is only 149 yeah. units はい、こちらがですね、この区分マンションというか、まあ、コンドミニアムになりますけど、さっきのヘリングヒルズのすぐ近くにある、えー、高層のマリンっていう、えーまあ、マンションになります。すでに建っております。でもまあ、建ったばっかりです、結構。はい、でこれも、えー、所有権タイトルでして、す、え、で、ーまあ、にあるお家を、えー、買うんですけど、この海の眺望っていう意味だったら、こちらを買った方が、 楽しめます。部屋からの眺望、ええー、お風呂からの海の眺望、あとはインフィニティープールがありますので、そこから海と一体化したプールあのプールとかあるので、ええー、その辺が楽しめるということで、まあ、エイ向けかなという感じはいたしますね。はい。いや天 h やっぱりです。o u r u n g Hill is、uh, somewhere, somewhere down here. t h e This is the uh, the Marine Condo. Yep. Yep. Okay. Then they are looking straight to the sea view. Yep. Okay. Then uh, this is the Shangri La Rasa Sayang yep. Five Star Hotel. So it's just right opposite. Huh? Yep. Okay. Let me go back. So four units, one floor, yep. 149 units. These are two sizes, three bedrooms. So roughly the prices is around uh, one unit okay um it's around 1.499 million okay now they have a renovation package you yeah. take their full renovation package you get 1.499 you don't have to do anything okay, okay. Yeah. you want original condition then yeah. 1.285 the renovation package is quite good i show you it's like this this level yeah. it's, a quite, uh, it's a all all do finish for you uh -huh. yeah. so 私たちは4 l ニットとですね、こちらなんですがあの最低購入価格規制が土地付きとあのコンドミニアムで違うんです。コンドミニアムは、コンドミニアム the は100円です。コンドミニアムは1 0 0円です。コンドミニアは1.5円です。 150万リンギットなんですけど、えっ、ー、とコンドミニアムは100万リンギットでいいいいんですねで。こちらの場合、えー、あ、can you please、あ、go to the price, price? Yeah. Yeah.、price、yeah、y e えっとレノベーズ、レノベーズ済みのやつが1.499ミリオン、149万9千リンギット、約4800万円ぐらいですが、えっ、ー、とそのレノベーションなしでオリジナルだと1.285 ミリオンリンギットのお値段ということになります。May I know the,、um, the floor? The, what the level of the floor?、Uh, there is still around like 11 floor, 13 <th> floor. floor, or 14 floor around them. はい。えっ、ー、と、大体中層階、8階、11階、14階あたりが、えー、売りに出ております。かなり広くて、えっ、ー、と、スクエアフィートで言うと4850円。 ですから1 5六6 0平米はありますでベッドルームも3プラス14、えー、ベッドルームなのでよく考えたら本当に坪数でいう50坪ぐらいのほぼ新築コンドミニアムに5000万円しないで住めちゃう4000万円台で住めちゃうというで海ビューもあるっていうところがいいなと、はい、思います。 So this, uh, because it's a condominium, just yep. now was a landed house. You got more big size with five bedroom. Yep. And uh, this one is condo. The advantage is you got all the facility, yep. uh, many facilities uh, for the gym, the gym, reading room, tennis court. Yes. Um, yeah, you got yoga deck. We got uh, a yeah, swimming pool and a very nice area, just 149 unit. Then, your view up here. Yep. Uh, this one is taken from a uh, middle floor only. Also, you get a very good view, okay? Yep. And uh, these are the renovation. This is if you take the package. You take oh, the package, you get like this exactly, all right? And uh, the windows are very big and very nice. This is your bathtub. You see about you like bathtub, a uh, very good. All fully renovated, then uh, this is the the package that I will share. So roughly now they have the twenty point five percent discount now. So after discounted, I wanted to recap 1.499 for that yeah. renovation, 1.28, if yeah. you want to do your own renovation. So yeah. Okay. 海ビビュューーとか街ビューは十分楽しめる感じですで。上に上がったやつも見たんですけど30何回とかそっちだとまあ遠くは見渡せるけどまあ基本的に中層階でもまあ,あの近くでまあ海と街が見れるからいいかなとインフィニティープール確か10回ぐらいにあったのかなと思いますまあそんな感じですあとは内装は私の意見だとやった方がいいなぜなら 内装を含,み含んだあの額と含まない額の差額が、えー、21000、えーね、21リ, 21, リンギットぐらいですから、ね、60万70万円ぐらいで、えー、とすごい綺麗なあな内装を約150平米についてやってくれるのであればそれはものすごくお値打ちだなというふうに思いますので。はい えとまあ、これで、えー、きちんと、ナイスをしたものにすぐ済む、しかも、えー、共有施設がつ,つ,つくというところ、はい、その辺の良さがあるかと思います。Thank you. Thank you very much. <laughs> yeah, good. Yeah. yeah. Okay, you can go ahead. Yeah. Okay. So, being a condo, あ、uh, <Yep. S 2> one of the extra thing you have to know is that you have to pay maintenance fee。はい。so <Yep. S 2> landed property no need to pay anything but this one you pay roughly around depending on your size will be あ、five to six h u n r e ringgit one month、はい。okay。てっきり言いまち。えっとですね。当然共有はいあのマンションなのでえー、っと管理費修繕積立金はかかります。でだいたいこれはえー、っと五百 <laughs>

すみません、業務連絡ですがあの、お聞きになっている方は大変申し訳ありませんが、マイクをミュートしていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。Thank you very much. はい、ありがとうございます、はいえーと Thank you. まあ。それぞれの良さがあるかと思います。はいえー、か管理費は払,払ってくださいということです、毎月。はい thank you very much yep so you can go yep ahead. so yep. this view i've taken from one of my customer one yeah. of my customer house it's a nice view if you renovate this one they put themselves the thing here you get a full sea yeah. view from here even on a low floor okay yeah. so these are the prices you can consider with the renovation package now the renovation package is very good because uh, yeah. you buy you don't have to do anything you can right. straight away Rent it out or straight away, you know, uh, stay in the house as a holiday home. Yeah, okay? <laughs> right. Yeah. Um, okay. So, um, any any questions about this condo and the uh, landed just now? One question from me. Yes, is this marine in uh, Airbnb able? Or? Uh, no, no, okay. no Airbnb cannot okay. because uh, the condo purely only for residential. Right. Okay。So this, あの、こちら AirB&B は基本これはできないです。まあ皆さんが、あの、A 住用に買うところなのでというところなので、あのもし出す場合は、えー、長期賃貸でえ家賃を取るという形の貸し方なら OK です。And, um, any, um, what, what is the、uh, expected rental for Marine and the Ferengi Hills? okay uh, yeah, well yeah. it also depends how you furnish how you furnish the place yep. so if marine condominium marine yep. condominium you furnish like the showroom you yep. should be expecting lowest also maybe four thousand five hundred until five thousand yeah. five hundred yeah five thousand plus is also because it's done very nicely okay? okay and uh for the landed house the ferengi hill landed house well, if you do, you do up very nicely. You can rent from the the two floors, and you also can rent at the bottom separately. Yeah, yeah, yeah. Keep uh, one as your holiday home. Right. If not, you want to rent the whole thing. We are expecting around uh six thousand ringgit or six thousand five hundred ringgit. Okay. Yes. okay. I mean the capital appreciation is roughly around three percent or four percent, yeah. but uh, the potential of Batu Fringi at this moment and the currency. カピトル、バトフリンギーズ、ドインベルワー、ユウウシーアヒューチオプチ thank you very much。はい。えっとですね、賃貸の相場について、えー、聞きましたで。このコンドミニアムの,このマリンの方は、えーまあ、マレーシアの場合って、できるだけきれいに内装して、えー、いいお家賃をいただくというスキルなので、まあ、その前提で言いますと、いい内装をすれば、こちら、 えー、コンドミニアの方はだい5000リンギットぐらいの月額家賃で、あのー、この一戸建てのこのフェリンギヒルズの方はまあいい内装をして6000リンギットぐらいということですなので、えー、マンションは15万円ぐらい、えー、この一戸建ては18万円ぐらいみたいなイメージになりますでそうなった場合のえと、ー 利回り5%前後かなというふうには、えー、思います。5%ちょうど、そんなもんですね。あのグロス利回りの5%ぐらい。ただし、えっ、ー、と、キャピタルゲインを狙うなら、おそらく土地付きの方がいいのではないかというのが、彼の、はい、意見だし、私の意見でもあります。ここですね。